私は20代会社員で青白王子ビジネスという名前で切り抜きをやっています。会社員が嫌で副業しようと始めました。それなりに儲けられるようになりましたが、会社辞める踏ん切りがつきません。1年くらい様子見をするか、突き抜けるため早期に辞めるか、どちらがいいでしょうか。いやー、副業のままの方がいいと思いますよ。まあ、その僕は青白王子さんを悪く言うつもりなんですけど、青白王子さんって前に1回 YouTube 辞めますみたいなことをやった気がするんですよね。っていうのがあるので、まあ、どういう考えで何をするかっていうので、じゃ あの YouTube やめますって言ったらもう食えなくなっちゃうと思うんですよ。なので、まあ、例えばその YouTube 一本で食ってますみたいな、その近海強盗おじさんとかであれば多分1年後も YouTube やってると思うんですけど、青白おじさんって YouTube やる必要のない人なんですよね。まあ、やりたくてやってるんだと思うんですけど、その生活のために YouTube やってる部分がないので、なんかもう面倒くせえからやめるわっていうのが成立しちゃう人なんですよ。なので、そうするとせっかく会社辞めたけど自分の仕事なくなっちゃいましたっていう可能性もあると思うので、なのでちゃんと YouTube ずっとやってきそうな人の切り抜きをやってるんだったらいいんですけど、青汁おじさんだけで一本立ちはなかなかちょっとリスキーなんじゃないかなと思います。青汁おじさんじゃないです、青汁おじさんでさえ